イスパーコール、あ、ここにいますか。私はイスパーコールでもありませんし、エンターテインメントやプレゼンの専門家でもありません。エコノミストでもありません。私は哲学者です。そして日本人です。ですから、エンターテインメントやそういったものを私のプレゼンに求めないでください。でも詩的寓話を読み上げたいと思います。でこれで皆さんはおそらく資本主義の将来を感じることができると思います。これが日本のプレゼンスタイルですね。そして全プレゼンテーションの専門家がと似たような感じになると思います。では電気を消していただいてよろしいでしょうか。目に見えない資本主義、私的童話。昔々あるところにグローバリアと呼ばれる王国がありました。この王国にはジャポニアと呼ばれる小さな村がありました。この村には千恵子、ケンジという兄弟が住んでいました。このグローバリアでは他にもたくさんの村がありました。アメリア、ユーロワ、ルスワ、シノワ、アシオワ、ラティーナ、アフリアなどです。これは昔々21世紀の初めに起こったお話です。その当時グローバリアの人たちはヤバンな資本主義と呼ばれる経済の仕組みの下で生活していました。この資本主義では商人の誰もがお金を求めていました。そして誰もが収支やキャッシュフローが全てだと信じていました。しかしある日サブプリモという名のアメリア村の商人が大量の偽商品を販売しました。さらに不運にもこれがグローバリア王国全体に深刻なパニックを引き起こしました。このパニックで千恵子とケンジの両親は破産に直面してしまい、悲しみのどん底へと落ちていってしまいました。千恵子とケンジは両親をいたたまれなく思ったので村長さんのところへ行って助言をもらいに来ました。この危機にはどうやって対応すればいいですか、千恵子は尋ねました。村長さんは答えました。資本主義がもっと成長しなくてはいけないんだよ。ケンジが聞きました。では資本主義を成熟させるために僕たちは何ができますか。村長さんは答えました。申し訳ないがわからないんだ。経済学者のところへ行ってその質問をしてごらん。そこで千恵子とケンジは村で名高い経済学者のところへ行って尋ねました。資本主義を成熟させるために僕たちは何ができますか。経済学者は答えました。資本主義を成熟させるためには規制を厳しくしなくてはいけないよ。そして千恵子とケンジは他の経済学者のところへ行って同じ質問をしました。しかしこの経済学者は違う意見を持っていてこう言いました。その経済学者の言うことには反対だな。規制強化は市場原理の妨げになるだけだ。千恵子とケンジは困ってしまいました。そこで村長さんのところへ戻りもう一度アドバイスを求めました。村長さんは言いました。では森に住む聖者のところに行って話を
その質問をしてごらん。そこで千恵子と賢治は聖者のところへ行き質問をしました。成熟した資本主義とは何ですか？聖者は答えました。そうだね、成熟した資本主義。成熟した資本主義が何か知りたいなら、自分自身にこの質問をしてごらん。成熟した心とは何か。成熟した心とは何か。智恵子と賢治は聖者に聞きました。聖者は答えました。成熟した心には見えるんだよ、目に見えない価値がね。目に見えない価値って何ですか。智恵子と賢治は再び質問しました。聖者は答えました。暗黙知、誰かとの友好な関係、コミュニティの信頼、コミュニティの中での評判、社会の中にある文化、人と人との共感、こういう価値が目に見えない価値だよ。そして聖者は付け加えました。もし静寂した心が目に見えない価値を見ることができるなら、成熟した資本主義も目に見えない資本主義を尊重するよ。わかったぞ、と賢治が言いました。知識資本、関係資本、信頼資本、評判資本、文化資本、これが目に見えない資本なんだ。千恵子が言いました。村に戻ろうよ。村の人たちに目に見えない資本の大切さを伝えなくっちゃ。賢治が言いました。それなら目に見えない資本主義という新しい資本主義を作らなくっちゃ。千恵子と賢治は感謝の気持ちを込めて聖者にお辞儀をし、まさに村へ向かおうとしたその時、待ちなさいと聖者が静かな声で言いました。そして聖者はこう続けました。村に戻ったら自分たちが立っている地面を見なさい。どうして？千恵子と賢治は尋ねました。聖者は答えました。なぜかというとね、君たちの村ジャポニアは豊富な目に見えない資本がすでに土の中にあるからだよ。この言葉は知識資本の言葉だね。この言葉は関係資本の言葉だね。この言葉は信頼資本の言葉だね。世間様が見ている、 Society is watching us。この言葉は評判資本の言葉だね。この言葉は文化資本の言葉だね。この言葉たちは目に見えない資本主義の言葉で、ジャポニアの資本主義がいつも尊重してきたものなんだ。近くのもとにある価値を求めてはいけない。自分たちが立っている地面にあるその価値を認めなさいと聖者は言いました。
そして彼は千恵子とケンジに最後のメッセージをくれました。君たちジャポニアの人たちは見えない目に見えない価値の大切さを忘れている。でもそれはここ数十年の話だ。でも実はこれはジャポニア村にあったけ当てはまることじゃないんだよ。目に見えない価値を見る知恵はいつも グローバリアのすべての村の伝統的な知恵の中にあるんだ。だからグローバリアの人たちが一旦これに気づいたら、こういう名前の新しい資本主義を作るだろうね。目に見えない資本主義。そして聖者は静かに姿を消しました。そこには彼の声だけがこだまして残っていました。おしまい。ありがとうございました。